93AM1242 日本放送ソードアートオンエアプログレッシブ。こんばんは、松岡芳嗣です。こんばんは、アシスタントの日本放送アナウンサー吉田尚紀です。はい、最近番組が、コツをつかみまして、松岡君は若干薄暗めな方が調子が上がるらしいという。あ、これはやっぱすごい感じますね。感じます。しばらくこれでいきましょう。あの薄暗いスタジオからお届けしているこの番組、今年の秋には劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ星なき夜のアリアも公開される。アニメソードアートオンラインシリーズで主人公キリトを演じる松岡君をメインパーソナリティに迎えてお送りしております。はい、でまあ、映画の公開はまだまあもうちょっと先と、いうことなので、あの最近はもっぱら松岡君が好きなあの車から派生してミニ四駆それから農業機械の話題などに特化した、ともすれば、まあ、女性リスナーの方からするとちょっと食いつきづらいかなと。ああ、そうですね。門前払いしかねないかなと思っていたのですが、男子ってやつですよね。そうそう、もう男子 何やってんのよっていう感じでしょこの番組わかるんですけど、女子からですね、メールいただきました。ありがとうございます。はい、こちらはラジオネームちなつさんです。はい、はい、ありがとうございます。私は車よりもえ電車や野球の方が好きでちょっと待ってください割と男子に理解ないですかこれ書き出し的には、正直この番組での松岡さんの話はあまり分かりません。ダメ出してきた。いやでも分かりませんって言っても電車や野球の方が好きですっていう風に言っていただいてますからね。しかしですよ、しかし2年に一度、はい、父にモーターショーに連れて行ってもらっています。あのお父さんはお好きなんでしょうね車ね。幕張とかのあれですか。じゃないです。東京モーターショーですよねきっとね。ええ、私が小さい頃のモーターショーは今よりも出店している会社も多かった気がします。会場でバスに乗せてもらって会社の人からこれはもうすぐみんなに使われるんだよと説明してもらって、実際後に同じ方のバスに乗った時はあの時のやつだと興奮しました。あ、来ましたか。来ました。いや、 やっぱあのそういう感覚があるじゃないですか。モーターショーならではの感動ですね、これね。で最後にモーターショーに行った時は会場が2つに分かれていたため連絡バスがあったんですが、その中に水素バスがあり、お乗りたいと言ってたら列整理の方がもうちょっと後ろに並んだら乗れるよと言って乗せてくれ、すごい嬉しかったのを覚えています。わ、いい話じゃないですか。分かりませんと言いつつめちゃくちゃ理解ありましたね。わあ、これなー、いやそうなんですよね。いや僕も分かりますよ。分かります。電車もゴーで好きですし、野球はパワープロで好きですし、あ、でもどっちかっつうと二次元か、まあ、若干 CG 感ありましたね今両方ともね。まあなんですけどね。いやこれ僕も分かります。あのモーターショー、モーターショー行ったことはあります。僕モーターショーは1回だけあります。 あるんだ。それは他だと、僕はニコニコ超会議ですね。ああ、ははは、僕ニコニコ超会議をあの単独で行って、単独で板車ブースがあるんですよ。あの痛い車の板車ですね。すげえすげえって言ってもうめっちゃ写真撮りまくってました。あの、それはあの声優さんとして、登壇者として呼ばれたんじゃなくて、じゃないです、個人で言ったんです。板車が見たくて、うわこの RX-7 すげえ、あこのアテンザすげえみたいな、このインテグラやべえって言ってずっと撮ってました。そうだったんだ。そんなにまでして板車が見たかったんですね。確かにあのモーターショーに板車は出てないでしょうからね。オーナーさんがいたらちょっと座らせてもらっていいですかって言いたかったんですけどね。あれは展示した後はね、またちょっと別のところに行かれてることが多いですからね。僕も一回だけ、それこそあれですよ、あの僕が運転免許の講習に行ってた時、に断末で、展示されてるあのヘスティアっていうキャラクターがいるんですけど、いわゆる紐と言われるキャラクターです。紐神様 の、あのいわゆる板車、あの時レクサスのあれ RCF だったかな、 LC500 か RCF だったと思うんですけど、それを
運転席に乗せてもらって、それお客さん入れる前だったんですけど、まあ、スタッフさんとかいろんなそのセッティングされてる方とか設営の方とかもたくさんいたんですけど、そこでクソ吹かしました。まあ、私有地ですからねこれね、って言って楽しいって言ってゴーンって言って、もう警備員さんが来るまでやろうと思ったんですけど、そろそろやめてくださいって言ってはあ、しかもやっぱりいた車もテンション上がるんですね。いやめっちゃ良かったですね。しかもその車1500万するらしくて、それはこうカスタム費用とかも含めてってことですかね。で皆さんのマネージャーが、はい、動かさなかったらいいですよって後押ししてくれて、うちのマネージャーはテンパってるみたいな。すいません、なんで水瀬いのりちゃんのマネージャーがそこを判断してたんですか。いやなんかボンネットにサインを書きに来てくださいみたいなやつがあって、会場前に、はいはいはい、これ乗っちゃダメっすかねってその責任者の方に言ったら、いいですよ乗ってください、ぜひぜひぜひって言って、たらエンジンの始動の仕方がわからないってあれどこどこどこ、あれ鍵ないしな、うん、どこどこって、最近スイッチですからね、ね、スターター、はすごい音でした。いやそれがもう鮮明に覚えてるんですね。めっちゃ覚えてます、皆さんに動画撮ってもらって僕に送ってくださいって言って、今でも大切に保存してます今一つ僕イタシャ文化を若干誤解していたのは、イタシャはどんなペイントをするかが重要だと思ってたんですけど、何の車にどんなペイントをするかが重要なんですね。もう一段階ですかね。しかもなかなかにチューニングされてた車だったらしく、はいはいはい、実際にこのままレースにも出られますよって車両だったんですよ。へだから音も半端なくて、でパーテーションで囲まれてたんで音がさらに反響するんですよね。だからもう多分そこにいた関係者の皆様方には なんだこの音っていう感じだったと思うんですよね。それはもう松岡君が吹かしてる音、ね、ずっと吹かしてました。楽しそう、ね、本当に聞けば聞くほど、ね、早く公道を走れるようになってほしいですね。そうです ね、でまたあれですよ、はい、水素バス、ね、最近水素カーレースとかもやってるでしょ。もうそうなんですよ、ねええ、水素ってやっぱこれからの主流になるとやっぱ思うんですよね。最終的に燃焼させても水しか出さないから、環境に優しいと、ただあれ可燃性の問題がありますよね。まあ、爆発しやすい、爆発しますもんね。機体だから燃料になるわけですけどね、まあ、なんですけどそこら辺もやっぱちゃんとしたらやっぱ僕的にはサイバーフォーミュラの世界が来ると思うんですよね。あ、新世紀サイバーフォーミュラ、あれ水素ですから。あ、そうか。そうなんです。あ、クリーンなレースなんです、あれ。なるほど、ただ水素を燃料にしていて1500馬力ぐらい出してるのに、なんであんなに燃費がいいんだろうみたいな。そこはまあ未来でも、もうそろそろサイバーフォーミュラの年なんですよね確か。そうですよ、サイバーフォーミュラが走り出してた時代が2020年代だった気がする、しかもこの間ネットで見たら、今キャラクター人気投票やってたんですよ、サイバーフォーミュラの、新庄とかやってたの、あら、1位加賀さんでしたけど、ブリード加賀、2位が風見ハイトで、はい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 、3位がフランツハイネルだったかな、はい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 、懐かしいな、これはやっぱ次来るんじゃないですかね、サイバーフォーミュラ、サイブームが、僕もサンライズさんにめちゃめちゃイベントの時にお会い、初めてお会いして、サイバーフォーミュラってアニメ化しないですか、アニメ化しないですかって言って、俺もう子供の頃からめっちゃ好きなんですよって言って、アニメ化した時はオーディションだけは呼んでくださいって言って必死でしたね、ただ非売品なんですけどこれよかったらどうぞって言ってアスラーダもらったんですよ。あら、これ一番初めのこう主役の機体がアスラーダですか。あら、嬉しかった、よかった、福田光雄監督とか呼びます私マジっすか。私そのサイバーフォーミュラの後のガンダムシードの時とか結構お仕事させていただいてたので、全然お呼びできますよきっと福田光雄監督。素晴らしい。いや、福田さんにソードアートオンラインどう思ってるか聞いてみるとちょっと面白そうだな。ファってなりましたね、ファって。そうですね、私もこうサイバーフォーミュラも私もねサントラとかまで買うぐらい好きでしたよ。いや本当ですよ、ね、名作だよね、
今でももう僕見たら止まらないですよ。ああ続けて見ちゃう、一気に最後まで、わかるわかるわ。あとオープニングエンディングが超いい曲だよね。めっちゃいいっすよね。めっちゃいい曲だよね、あれね、大丈夫ですか、いいんじゃないですか。我々が楽しいということで、でソードアートオンラインもそうなんですよ、色あせない名作ですよ、はい、だって今再放送もアニメもされたりするわけですから。いや本当ですよ、ね、今ぜひ見てない方は一回見て、まあかなりその話数としてはもうなかなかに長いんですけど、でもやっぱりその事務所にお手紙くれる方であったりとか、応援してくださってる方々の話聞くとやっぱ結構多いんですよ、最近になって松岡さんの演じられてる何々が好きになって、で松岡さんを調べていくうちにソードアートオンラインに行き着いて、長いからどうかなって思って弟とかお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかと一緒に見たら止まらなくなって最後まで行っちゃったっていう、いいじゃないですか。やっぱりアニメは後に残るのがいいですよね、ことで、まあ、そのね新参の方も、こちらは広く受付させていただいておりというか、お待ちしております、たまたま番組を聞いて我々の話に興味を持ってくれた方からのメールもお待ちしております。だからもしかしたらサイバーフォーミュラの話をしているっていうふうに思った方がいたら、それについてのご感想もオフィシャルなところとは全くつながってませんけども、僕らは待ってます、僕はオーガが好きですよ。僕は懐かしいですね、ということで番組のメールアドレスをじゃあ松岡君からどうぞ。はい、メールアドレスは sao@1242.com sao@1242.com sao はソードアートオンエアの略、1242は日本放送の AM の周波数です。あなたからのメール待ってます。またこの番組のツイッターのハッシュタグはハッシュタグ SAO ラジオです。これをつけてぜひ放送中につぶやいてください。声優の松岡芳嗣です。日本放送アナウンサー吉田喜多典です。ソードアートオンエアプログレッシブ。1分でわかるソードアートオンライン。この秋公開されるプログレッシブはソードアートオンラインの入門編としてはぴったりな作品、始まりの物語ですからね、そこでこのソードアートオンエアプログレッシブでは今後アニメ関係者の方だけでなく各界のソードアートオンラインをまだ見てない方にもゲストにお越しいただこうと考えているんですが、そういった SAO を知らないゲストの方にもうざがられない程度の1分間、文字にするとおよそ300文字程度であなたが思う作品の魅力や見どころをプレゼンしてもらおうというのがこのコーナーでございます。じゃあそれでは早速紹介していきましょうか。じゃあまずは今日は僕からでいいですかね。私からいきます。では参ります。ラジオネーム、神奈川県のヨッシーさんからいただきました。ありがとうございます。僕が SAO で皆さんにぜひ知ってほしいキャラはエイジことノーチラスです。劇場版で登場したキャラでキリトと対比されるキャラだと思いますが、プレイヤーとして強くなれず大事な人を失ってしまった過去を持ち、劇場版で暗躍しました。その後ウォーブアンダーワールドでまさかの再登場を果たし、今度はキリトを救うためにノーチラスとして戦い反撃のきっかけを作る大健闘を見せました。この時のシーンは興奮しましたし嬉しかったです。プログレッシブの映画にもまた出ないかと少し期待しているキャラなので、今映画公開に向け過去の作品で予習している方はぜひノーチラスに注目してください。ちょっとあえて合わせないで読もうとしたら50秒ぐらいでしたね。でも50秒ですか。でも中身濃かったですね。いや本当ですよ。ノーチラスってなると、やっぱ僕的にもやっぱ思い出深いですね、なんかユナとの2人の関係もそうなんですけど、そっか、ノーチラスの方だとゲームの中だとユーナ、で AI になってユナになったっていうあれですけども、いやあればちょっとだってあれみんなとも話したんですけど、ノーチラスって、もしかしたらキリトだったかもしれないっていう人物なんですよね。なんていうんですか、話の展開というか、流れによっては、だからなんかそのなんだろう、一歩間違えてたらこういう未来もあったんじゃないのかなって、本当なんか光と闇みたいな、キリト側から見ても思うってことですね。正反対なんですよ、ただ思ってることは一緒っていう基準
点は本当一緒なんですけど、ただあの時に下手したら今後和数の方でもやっていくんですけど、あ、 やっていくというか、あの時アスナが本当にいなくなってたらキリトはどうなっていたんだろうみたいな、っていうのにも通ずるものがあったんで、やっぱ本当にオーディナルスケールもそうですけど、まあ、ノーチラス、ユーナにはちょっと本当また、まあ、劇場版の方とは話は時系列は違うんですけども、ちょっと見てほしいですね、やっぱ、改めて、これそうね、もともとものすごく人間関係がちゃんと複雑に描かれている、SAO ならではの、まあ、見方でこのキャラに沿って見てくださいみたいなのはいっぱいあるでしょうね、しかもノーチラスの言ってることとかっていうのもやっぱその、例えばそのデスゲームの中に入ったとしたら、実際に動けるのかなっていう、例えば大切な人がすごい窮地に陥った時に、想像上だと多分大抵はなんかその希望として俺は絶対に助けるっていうことは簡単なんですけど、ただ実際にその場に遭遇した時に本当にその行動を起こせるかっていうのは別問題であって、あとはノチラスの方も、まあ正直VRMMO というか、あの時はナーブギアか、ナーブギアとの親和性の問題もあったんで、今ノーチラス側にかなり気持ち持ってかれてますね。そうっす、そうですね、まあ、オーアンダーワールドで助けてもらってるし、いやそうっすね、最終的には同じ目的のために戦った仲間じゃないですかっていう感じですね、まあ、オリジナルキャラクターですけど、やっぱ川原先生がやられてるっていうところもあるんで、監修はね、やっぱ仲間ですよね。という見方をお伝えいただきました、はい、じゃあ続いてはもう一個、今度は松岡君にお願いしましょう。はい、じゃあラジオネームからお願いします。はい、こちら元サラリーマンさんからいただきました。 SAO はメカ好きガジェット好きにもたまらない作品です。例えばナーブギア、物語の根幹を支えるフルダイブ VR 技術のエンドユーザー端末であり、 SAO 真の異世界に遷都した開発者茅場明彦によってデスゲームに変貌させた悪魔のマシンです。ナーブギアはヘルメット型でバッテリー搭載、微弱な電磁波により脳に疑似感覚を入力するとともに、装着時の髄運動を防止するため延髄部分で脳からの命令信号をピックアップします。そして SAO 正式サービス開始とともに、外す、分解する、10分間の外部電源切断、2時間のネット切断、そしてゲーム内での死のいずれかに該当すれば、オーバーロードにより放出される高出力パルスが装着者の脳を破壊するという悪魔のマシンです。この他にセキュリティ強化型のアミスフィア、医療用のメディキボイド、 AR 端末オーグマなど、ガジェットの数々も SAO の魅力です。難しかった。難しかったのは今自分で難易度上げてたんじゃないかなっていう感じがファッとしたんですけど、今日はどなただったんですか、これは。いや、なんとかやっていこうかなと思ったんですけど、どれも彼もがちょっと中途半端でちょっと納得いかなかったですね。板についてないキャラクターが次々出てきましたもんね、今ね。まあまあ、誰でもなかったということで、はい、そしてどちらかというとそっちに引っかかっちゃったんですけど、はい、内容も結構複雑なこと言ってましたね、そうですね、とりあえず僕もガジェット好きですけど、ガジェット好きとしてもいいなっていう説明がいっぱいされてますね。楽しいですよ、ガジェット好きとしましては、最終的には脳でコントロールしたいんですよ。いやー、そこですよね。でその脳でコントロールする代わりにみたいなことを、単に脳でコントロールするんだって言われると、ガジェット好きとしてはちょっと足りないと思うんですよ。それをこう説明してくれてるところが SAO のかっこいいところ。いや本当ですよね、サイコフレームに通ずるものが、そうですね、でそしてもう1回ごとにまた新たなデバイス、それは出るよなみたいな話になったら、納得のいく形で次回機が出てくるんですよ。
ああそうですよね。そうなんですよ。医療用とかも言われた時に確かにそっち行くわって思いましたもん。いやそうですよね、うん、すごい勇気を思い出しますもんね。勇気、医療用メディキュボイド、うん、はい、ターミナルケア、はい、まあ、どっちを取るかって人間にもよるとは思うんですけど、ああいうのも一つの選択肢としては絶対ありだなって思うんですよね。いやでも結構ね、マジで今 VR の、あの最前線の応用方法の一つに、本当にお年寄りにつけてもらうのがあるんですって。あ、そうなんですか。そうそうそう、でお年寄りに VR つけてもらうと何がいいかっていうと、もうさすがに足腰弱って全力で 100m 疾走とかできない、お年の方いっぱいいるじゃないですか。でもその人たちも VR の世界に入ると全力疾走とか当たり前にできるじゃないですか。あ、だからめちゃくちゃ楽しいんです、っていう話を、この間あの86歳の女性のプログラマーにやってもらったっていう人が、すごいよ、もうものすごいリアクション良かったよみたいな話を聞かせてもらって、いや本当に、結構未来ありますよその辺。ですよね、でもそれを10年ぐらい前からもうやってる。ソードアートオンライン、すごい、だってあれも確かあったと思うんですけど、なんかあのそのいわゆる予期せぬ事故とかであの半身不随とかになられた方が、あの VR と機械のあの補佐で何ヶ月も何ヶ月もそれをあの脳に記憶させるのか、歩くっていうものの電気信号ですか、をなんか送るためにこう記憶させるというか、っていうのをやったら歩けるようになったって。あ、これってなんかある種こうアリステーションにも通ずるところがある、なんかそのキリトってその無呼吸状態が長く続いてしまって脳に障害が残るかもしれないって言って、あの脳の新たな回路を結成させるためにダイブさせましたけど、そういったものにも多分なんだろう、こう、まあ、医療としてはいやそんなよくわからないなんかデタラメなものみたいな風に見えるかもしれないですけど、科学者としてはでもなんかこうそこだけじゃない、なんか論理的な思考じゃなく感覚的なものっていうの絶対あると思うんですよね。なんか、実際に脳って割と騙されやすい機械ですからね、機械というか臓器ですから、あのこういう自分でしかもなんかすっごい、かっこよく言うと鼠径性っていうらしいですけど、あの状況に合わせてすっごい自分の機能を変化させることができるんですって。例えばこうあのこうなんですかね、現実の世界では、人間あの基本的にはあのこう両手を使うじゃないですか、でそれが、VR の世界で手が4本あるとかそういうボディも作れますよね。そうすると手を4本動かそうみたいなことに対応して脳が変化してくるんですちゃんと本当に、ぐらいにあの可能性があるものだからですよね。実はまだあの SAO って一回物語、最後まで言っているようでいて、まだまだ始まりの物語ですよね。いや本当です、そこでこれだけの物語を作ってる川原さんはすげえなと思いますけどね、だって VR のリンゴ潰せないですもんね。潰せない。なんか実験であったんですけど、はい、今あなたの前にあるのは本物のリンゴですかっていう、で実際にやる前に本物のリンゴも触ってるんですけど、で実際にいわゆるこうじゃあ目開けてくださいって言って VR の中で目の前の机の上にリンゴがあるじゃないですか、それを触ってくださいって言ったら本当に触ってるんですよ。でも旗から見るとないんですよ。あなた今リンゴ触ってますかって、そこにあるリンゴは本物ですかって言ったら、いやちゃんと触ってるんで本物ですって言って、でも外したらないっていう、って思うっていう本人が、でも本人はいやちゃんと触ってますって言って、いやこれは脳のバグですよね。なんかのね、これマルチモーダルってやつですね、あの別々の感覚で、あのこうが他の例えば視覚とその触覚で別の情報が来ちゃってるわけじゃないですか、でもあのこれないわけないって目の方からあんまりも信じ込まされると、手の方の触覚が騙されちゃうっていう、一つの現実に現実を見るように人間の感覚はできているっていう、これ研究ありますね、本当に。
いやもう本当実は最先端に触れてんですよね、ソードアートオンラインっていうの。いやですよね、改めて思うやつですね。いい話だな。いやこういうのもずっと話していきたいと思いますが、キャラクターの面と今日は設定の面と両面からのご紹介でございました。はい、ということで、あなたが思うソードアートオンラインの魅力や見どころをおよそ1分文字数にしておよそ300文字程度にまとめて送ってきてください。番組のメールアドレスは松岡くんから。はい、メールアドレスは sao@1242.com、 sao@1242.com、 SAO はソードアートオンエアの略、1242は日本放送の AM の周波数です。メールは懸命に1分と書いて送ってください。あなたからのメール待ってます。アニメソードアートオンラインのラジオ番組、たまに車の話もしています。ソードアートオンエアプログレッシブ。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。今週のソードアートオンライン。松岡くんが主人公キリトを演じるアニメソードアートオンラインの最新情報をお届けしているこのコーナー、はい、いよいよ今年の秋に公開される映画劇場版ソードアートオンラインプログレッシブ星なき夜のアリアのムービチケカードが A4 クリアファイルの購入特典付きで発売中です。はい、既に公開される劇場の情報も発表されているので、詳しい情報はプログレッシブの公式ホームページでチェックしてください。そしてこの映画公開に先駆けて、ただいまテレビアニメ第1期にあたるソードアートオンラインも再放送中。放送されているのは東京 MX、 栃木テレビ、群馬テレビ、 BS11 で、放送は毎週水曜の24時30分からです。はい、で今週放送されるのが第10話紅の殺意。紅の殺意は、まあ見ていただきたいと思います。あんまり言わないで初見の方で見ていただきたい。いやそうなんですよね、紅の殺意、まあ遊佐さんがすごいという、かなりむちゃくちゃやっていらっしゃる。本当ですよ。いやあれも当時現場でも、あの時4人でやったんですけど、収録が4人だった、はいはいはい、遊佐さんが松岡君ごめんね、俺思いっきりやるねって言ってくださって、本当お願いします、よろしくお願いしますっていう感じだったんですけど、いや本当すごかったですね。もう遊佐さんの僕狂気の演技って本当大好きなんですよ。はい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 、そのマックスが見られて、もうマックスが見られて、もうみたいなっていうのがもう本当もうベロ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 みたいな感じでした。もう10年ぐらい前なのにもうはっきり鮮明に残ってるんで記憶が、いや覚えてますよ、もう 3S スタジオでね、場所まで、さてことでこのテレビアニメシリーズについてなんですが、こんなメールをいただきました。はい、はい、こちらはラジオネームゆきんこさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。私も今大学1年生なんですが、一人暮らしを始めてからたった2週間で SAO をアリシゼーションウォーブアンダーワールドまで一気見してしまいました。すごいな、2週間はすごいね。初めはアインクラと編だけ見る予定だったんですが、はい、松岡さん演じるキリトに感情移入してしまいハマってしまいました。 SAO はどのキャラクターも魅力的で、戦闘シーンも毎回ハラハラドキドキ、もちろんムビチケも購入したので映画を楽しみにしています。いやありがとうございます。本当に確かにね、これこの春からきっと一人暮らし始められてるんでしょう ね。大学1年生、はい、何歳ですか？だから18歳が普通ですかね、一番。うわーすごい。だからもう始まった頃はまだ8歳とねえ。いやそりゃそうですよね。その子が一人暮らしを始めて、ただ相当外出てないなっていう感じがする。まあ今あんまりね出るなとも言われてたりしますけど、まあ家でそういったことできるっていうのはまた今のご時世とか今の社会だから逆にできることですよね。そうね、まあ、いわゆるこう巣ごもりしてるからこそ、まあ、できる、なんだろう、培える力みたいなのもありますからね。その俺がネット復旧してなかった時代だったら大変なことになってましたよね。そうね、いやネット復旧してなかった時代は僕はもう山のように漫画積み上げて読んでましたからね。
松岡義嗣がナイター中継が延長しなければ毎週火曜日のこの時間にお送りしているソードアートオンエアプログレッシブ、はい、今回ももうエンディングですが、はい、今日はちゃんとソードアートオンラインの話した感、いやしましたね、がっつりと、ね、ありますね、まあ、別のアニメの話もだいぶしたなって感じもしますけど、そうですね。さあそんな中この番組にこのメールをいただきました、はい、高校1年生、はい、男子ラジオネームたけぴっぴさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつも楽しくディレクターズカットしないバージョンを聞いています。ありがとうございます。最近この番組は農機具と車の話で盛り上がっていますが、すいません、はい、サイクリング好きとしては自転車の話題も聞きたいです。いやこれもうヨッピーさんの領域じゃないですか。まあでも松岡君もね、自転車嫌いじゃないですよね。いや僕も、持ってますよ。ロードレーサー持ってますもんね、ペダルの影響で、はいはいはい、また別の作品出てきてる感じですけども、はい、全然自分の足で自転車を漕いで山に登ったり海岸を走ったりするのはすごく気持ちいいです。それではソードアートオンライン劇場版の公開楽しみに待ってます。最後いきなりいただきました。ちゃんと待って楽しみにしてくれているからこその、あのメールをいただいてるんだと思う。そうですね、自転車はねちょうどいい季節がもう終わっちゃったかな、雨が降り始めて夏に入ってみたいなことになってますけど、まあでもね密がいけないっていう中で密は割とほぼないですからね、自転車の場合は。あとなんかあれですか、都内とかだと、はいはい、なんかちょっと怖くないですか。車も信号も多いし、なんか走るのすごい怖いんですよね。これがですね、東京で言うと、東京って古い町じゃないですか、江戸時代から続く、その頃ってまだ車ないんですよ、なので実は味わいのある古い街道沿いって2車線ぐらいのところが多いんですよ、そうなると車ってそんなにバンバン飛ばしてなくて、むしろ自転車の方がスイスイ走りやすい道が多いんですよ。いやそれあそうですよね。そうなんです。だから実はハイウェイとかそういうところじゃないところを、なんですか、もう大きな通りじゃないところを探して乗るのが自転車の醍醐味。危なくもないし、出したってどんな頑張って漕いだって普通の人の足だったら40キロ出ないですからね。いや出ないですね。出ないですね、原付30キロ以下でも行きつつなおかつ周りに対するこうあの圧迫感も少ないというですね、もう最高自転車都内。いやうちのやつなんか簡単に漕いだら50キロぐらい出ちゃうんじゃないですか。もうロードレーサーの本気のやつは出ますけど、なんか本気で踏んでみたいっていうところがないんですよね。それはね山行きましょう。山とか、平場もいっぱいありますけどね、平地もね、サーキットもありますよ、自転車も。あ、実はね伊豆の方とか行けば。だから僕群馬行きたいんですよ。群馬？群馬サイクルスポーツ。あ、群馬サイクル、はい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 、はい、あそこ僕も道を覚えてるんで走ってないですけど。どういうことですかそれは。いやそれはホットバージョンっていうやつで、峠最強伝説っていうやつがあるんですね。でそれでよく織戸学さん、土屋圭一さん、伊藤大輔さん、谷口信輝さんとかが、実際にそのチューニングカー持ち込んでイニシャル D ごっこするみたいなっていう、簡単に言えば、。でその時にたまにそのじゃあこの車で丸々一周走ってみますっていう、タイムアタックみたいのをやるんですね。だからそれを見続けた結果僕はもうどこら辺が跳ねるのか、どこら辺が下り、どっからが上りっていうのは全部頭の中に入ってます。シミュレーション完璧なんですね。完璧です。完璧。その能力は無免許でも自転車だったら活かせるっちゃ活かせますよ。そうですね、活かせます、ええ、だけどまだいや免許取らないで自転車乗り続けるのもありっちゃありですよ本当。そうですね、自転車関東平野は割と乗りどこありますね。そういう意味で言うと荒川、玉川やっぱちょっと怖いんですよね。スピードも簡単に出ちゃうし、乗り方です、乗り方です、ってことで、趣味の話はお待ちしております。お別れの時間でございますが、今回の放送をもう一度聞きたいというあなたは地上波放送だから1週間以内ならラジコというアプリでもう一度放送を聞くことができます。またこの後夜10時からはプログレッシブの公式サイトでリスナーの皆さんのメールもたくさん紹介しているこの番組のディレクターズカットしないバージョンのリアルタイム視聴会を実施しております。もちろん視聴会の後はアーカイブとしてお聞きいただけますので時間が合わなくても大丈夫です。
この番組はナイタ中継が延長されるとその回がラジオラジコではオンエアされないので、放送を聞いてどうも話がつながらないなと思った場合はぜひディレクターズカットしないバージョンを聞いてみてください。それでは今回はこの辺で、また次回